皆さんご機嫌いかがですか。 CGNTV の信仰と人生の時間がやってまいりました。皆さんと共に今日も素敵なゲストをここにお招きしていろいろ楽しいひとときを繰り広げさせていただきたいと思っております。お迎えしましたゲストはこの日本における日本史におけるキリスト教宣教、こうした宣教活動と人物を中心にこうした日本の宣教について、こうした素晴らしい書物をお書きになりました、愛知教育大学の世界史のですね、教授でおありになります黒川友文先生を今日はお迎えをいたしました。先生は本当に牧師さんでもあるんです。そして素晴らしい学者でもおありになるとともに、先生は作家でもおありになられるんですね。そしていくつもの素晴らしいそうした書物あるいはエッセイをお書きになっておられますが、その先生から今日はたっぷりお話を伺ってみたいと思います。最後までご覧ください。いや今日は先生お忙しいところようこそおいでくださいました。いただきました。どうもよろしくお願いいたします。もう、超ご多用ではないかとご推察を申し上げますが、今日もいろいろ時間をやりくりしてくださったように伺っております。大変それだけに貴重なひとときをいただいてですね、感謝をしておりますことです。それだけにあのこともこのことも伺いたいような思いもいたしますがこの限られた時間ではありますが、これからいろいろ伺わせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。先生の、この肩書きですね、このトロイカ人生というようなことがあるものに書かれておりましたが、トロイカといえば三頭立ての馬車ですがね、あるいは馬ぞりというかロシアの典型的な風物ですが、そのように何か先生は三頭のこの馬を駆使して人生を進めているような、そういうふうにあの言葉から受け止めたんですが、それは何になりましょう。はい、やはり学問と聖書と、それと文学とですね、この3つを私自分のライフワークとして、22歳の時にですね、学問と聖書と文学ということですね。友文をですね、もともと母親文を知ると。だから文には文学とそれから学問もありますし、それからクリスチャンになってからは三文で聖書の言葉とですねぴったり一致しましてですね。なるほど。これはお母様がお付けになってくださった。もともとその時母は信仰を持っていませんでしたけれども、文学とかですね学問の方にやってほしいっていうんで、父親が常文でしたから常立身弁のですね、ですからその名前でした。そうですか。文学を知るというかね文ということは学問でもあり教育でもあり、また私たちにとっては何といっても神の言葉でございますけれどもね。そうですか。そうした神様のご説理がおありになったと思いますが、今お母様はたちはクリスチャンではないということでしたが、いわゆる日本の伝統的な仏教徒のお家にお生まれになる。仏教徒でもないんですね。父親が長男ではなかった関係で、基本的には無神論なんですね。ただし母親はちょっとある新興宗教に入っておりまして、まあ宗教に関してはちょっと基本的には仏壇もなくてですね、まあ神棚だけがありましたけれども、その習慣的でありまして、そういったところを育ちまして。特にそういうようなことで、まあ、お父様からあるいはお母様から宗教的な何かそういうある面ではしつけとか、まあ、教養のこうしつけるということはないでしょうけれども、なんかそういうようなことはあまりおありでなかった。もう一切なかったですね。なるほどね。全く無神論的な家庭を育ちましたから、知人にも家族にも親戚にも一切クリスチャンいなかったんですね。ですからまあ。キリスト教に対してはですね、いろんな偏見を持っておりまして、なるほど、それがね、そうですか、いろんな偏見と言いますと、まあいろんななんですから、いろいろあるんでしょうが、とりわけその中でどんな偏見を。まあ基本的にやはり神の存在ですね、神はいないということと、それから天使とか悪魔とかですね、こんなんも空想の産物だと言ってですね、それから特に西洋中世はその頃はですね、暗黒だったと、だからキリスト教を中心の世界は暗黒だというですね、まあそういった今から言えばマルクス的な歴史観に来た暗黒の中世という、実はそうじゃないんですよ。現在の歴史学では中世はもうバラ色とオレンジ色なんですね。非常に豊かで平和だったんですけど、暗黒ではなくてその頃はそういうありましたからですね、まあ簡単に否定できるというそういった感じでキリスト教を見ておりました。そうですか。それはかなりなんて言いましょうか、いくばっかの学問をするようになった頃の考えではなくて、もっと小さい時からなんかそういう偏見をお持ちになりました。小さい時は 5歳の頃、家のそばに教会がありまして、一度だけ私教会に出たことあるんです。クリスマスにで女の子ばかりだったから恥ずかしくてですね、別にパッと横にその礼拝を見たんですね。その時の印象がまだ残っておりまして、聖なる空間があるっていうことをですね、たったその時に残っておりまして、小豆島のですね、うちのみ教団の教会ですけれども、その後小中高校は一切キリスト教知らなかったんですけれども、ただ心の灯火というですね、ラジオ番組でカトリックの方ですね、ありましたですね。あれを受験生中3の時にですね、聞いていたぐらいだったんですね。なるほど。で聖書は家のところにあったんですけれども、1ページマタイの一章読んで、なんだこれはと思ったそうで一切読まずに高校まで行ったんですね。なるほど。そんな手に取って読めるようなところに、聖書が終わりになったんですか。それは5歳まで小豆島におりましたので、その後ろ見教団の牧師先生がですね、よく私の感謝に母のような話ではお風呂に入りに来られたんです。やはり貧しかったですからですね。その関係で姉はずっと日曜学校に皆勤賞出ておりまして、お姉さんは日曜学校に出てまして、でお別れの5歳の時にですね、本土の香川県に移りましたから、その時のお別れの記念に新約聖書を書いていただいたんです。それが一冊だけあったんですね。そうなんですか。そういう方から申しますと、何か神様は黒川先生がやがて主の尊い御用を担う器となるべく、その頃から布石をこう据えてらっしゃって、そうだと思います。伏線だと思います。そうですか。そうしますと、小豆島、美しい手備い海の中のね、ある面では名高い島と言ってもいいかもしれませんけども、あちらが生まれ育られたところ、高峰秀子の「二十四の瞳」の映画が1954年に私生まれましたから、映画を見たら私の生まれた空間と時間が見ることができるんですね。まさに時に生まれたんです。なるほど、そうでしたか。あれ数年ちょっと早くお生まれになったらば、中の子供にこの投与されて映像にも出たかもしれません。そうですね。惜しかったですね。そうでしたか。お父様が小豆島で何をお仕事にしてらっしゃる。父は県庁の職員でありまして、土木課で小豆島でダムを作るとかそういった関係でですね、その時たまたま土木出張の小豆島に行っておりまして、そこで56年間いまして、その時に私が生まれたんですね。なるほどね。そこで今おっしゃった言葉の中に、父がのところの感謝に、牧師さんがお風呂に入っているというわけですね。やはり牧師先生の生活をしておりましたからですね、我々もそういった形、人格的な牧師さんだったんです。非常にそういった形で助けたということですね。そういうことを言ってました、母親が。そうしますと、お父様はある面で娘さんがお世話にもなっているし、息子は通ってはいないけれどもクリスマスの時にちょっと行ったといいますかね、と同時にそんなことでいろいろ様子を伺っていると、なかなかキリスト教の牧師先生というお方は人物だと、ある面では好感が持てると。故にキリスト教というものはまんざらでもないというような思いを培ってらっしゃったんでしょうかね。だと思いますね。推定されます。そうですか。そして先生が小豆島をお出になられたのが何歳でしたでしょうか。5歳ですね。5歳ね。丸々じゃ5年間というその時ですね。そして香川県の長尾というところです。本土の方ですね。行きました。田舎のところですけれども。そうでしたか。それからずっと長くそちらにお住み。ずっと大学以前までずっとですね。大学に入るまではずっと香川県におりました。なるほどね。じゃあ香川っ子そのものだということですね。三陸うどんが大好きです。そうですか。そんな中で。ここにいろいろお写真をお預かりしていますがね、これは、おうちの感謝のその縁側あたりなんでしょうかね。ご自身ですね。そうですね。これハーモニカをまさか2歳ぐらいですか。いや、まだ0歳だと思います。なんか随分大きく見えたけど、それでもってただ吹いてるというんじゃなくても面白く、母親がね音楽好きでしたからだと思います。そうですか。ちなみに先生は音楽は、ピアノを始めましてですね、ずっと5歳からやって小学校2年生までピアノをやっておりまして、結構基礎ができてらっしゃる。ですからクリスチャンになってから誰も奏楽いなかったのでずっとオルガンの奏楽をやっておりました。それからパイプオルガンの方もですねちょっとひとときやりまして、で今ちょっと指を痛めましたんで今声楽の方をやっています。歌の方も。そうですか。母親が音楽好きで姉がピアニストですから、絶えずも音楽を聴いておりましたから、なるほどね、そういった環境だったと思います。そうですか。その今までお話をいろいろ伺ってまいりました、お姉様、そして何よりもご両親とともにとった窓際、窓辺のところのですね。そうですか。黒柳徹子さんの窓際のなんとかですがちょっと違う。そうですか。そしてこの小学校入学ですね。この時はもう長尾小学校、香川県の方にお住みになっていらっしゃったというわけですね。なんか構えてる。なかなか立派な将来楽しみになるとみんなが言われないんじゃないかと思いますが。それからこの中学高校というような道を進むわけですが、その頃の先生は、どんな先生でいらっしゃったんでしょうね。ご自分でもって回想してみて。私今西洋史を教えておりますけれども、ちょうど小学校中学時代はですね古代文明が栄えた時代と言ってるんですね。キリスト神なしで栄えたと言いましょうか。特に中学時代は生徒会長をやっておりまして、あと文芸部合唱部もやっていてですね、陸上部もやっておりまして、いろんな友達もいましてですね、本当に楽しい生徒会長時代を持ちましてですね、まあ、学業の方もやっておりましたからですね、だからまあ自分を中心として世界が動いているような、まあ今からの上はそういったですねそれで古代文明という古代文明、それがこの後ちょっと中世に入ってくるんですね。なるほど、ね、ちょっとそこは西方ある先生らしい表現でご自身の自分史を語ってくださって、そうですか。だから小中学校本当に自然の中で生き生きと本当に楽しい思いがたくさんあります。自然に恵まれ、友達に恵まれ、しかも資質にも先生はいろいろ音楽、スポーツ、そしてまさに学問、勉強と言いましょうかね、ちょっと先生のご経歴と言いましょうかね、プロフィールを拝見した時に、もう学校などではよくこう級長さんとか、学生会の会長さんとかいうようなことを先生してこられて、生徒会の会長でやってましたですね。そうでしたか。先生とこうしてお会いしてですね、親しくお話しているととっても楽しい雰囲気が伝わってくるんですがそうですか、どうもありがとうございます。明るい、みんなに喜ばれる、特に喧嘩とかなんとかっていうようないさかいはあまりなかったり、2、3回しかないですね。まず基本的にないですね。2、3回なんていうと記憶に残っている、まあ成長してからですけどね、小さい時はもう本当にもう楽しかったです。その頃、まあ中学ともなると、男の子それなりに、特にこの公務員であられるお父様などからいよいよ将来をですね、職問され、周囲もそうだったと思うんですが、ご自身としてはそういうことをある面で意識し始めながら、僕は何々になろうみたいな、そんな志を抱くっていうようなことにもその頃におなりになられましたでしょうか。その頃の卒業文集を見たらですね、光子ロケットを発明してノーベル化学賞を取るとか書いてましてですね、やっぱりそういったその頃はロケットとかですね、その時代でしたから、理科系のですね、学者になることをなんか書いてましたですね。まあ実は文化系になりましたけれども、そういったことを書いてました。そうでしたか。かなりそういうような雑誌だとか、あるいはいろんな本だとか、科学のそうした文献とかなどもちらちらと見なさったんだろうと思うんですけど、玉川児童百科事典というのがありましたからですね、ありましたね、それでいろいろ読んだりしておりましてですね、それは先生がそういう道になんかずっとのめり込んでいきそうな雰囲気を感じるんですがね、お話に。ところがどこで先生がそれが急転直下というか、本質においては底流には同じものが貫かれ流れてると思うんですけれども、しかしながら取り組むところのそういうね分野としては対照的というか。そうですね。父親が土木でしたから、理科系でしたからですね、なんかあまり言わないんですけれども、なんかそちらの方に行っちゃったみたいなんですけれども、私はあまり興味なくてですね、父親がある日「夢の海底トンネル」という本を「あんたこれ読みなさい」と言って読んだんですね。どうだったかと言ったら「どうもなかった」と言って、なんかちょっとしょんとしましたけど全然なかったんですけども、ただ高校になってからですね、やはりクリスチャンになったってことが大きいと思うんですね。クリスチャンになられたのが高校何年ですか？2年生の秋です。11月の21日っていうはっきりとその日にですね、クリスチャンになりました。それは何がその時に訪れたんですか？それは小中学校まではやはり自分を中心としてやったけど、高校はですね、県内の進学校でありまして、高松高校というところでして、そこでも1番取れないんですね。でしかも1番取れずにもう100番を超えてしまったっていうんで、これは県内の200余りの中学校から来ますから当然そうなるんですけれども、自分とすれば大きなショックだったんです。それともう一つ、人間不信といいましょうか、中学校3年生の時に初恋の経験がありましてですねまあちょっとその方を一方的に裏切ったんですね。で裏切ってそれで元に戻ろうとしたら、その方には他の方がいたっていう。だから1年前まで、本当は自分は悪いんですけれども、1年前までは本当にお互いですね、何でも話し合った。その人がもうガラッと変わって、他の上級生と付き合っているのを見てですね、もう人間とは何だろうかという、もう人間は信じられない、信じられるのは自分だけだというですね。それと特に高校に入って数学の成績が悪かったんですね。ですからもう、それから劣等感ですね。で劣等感と人間不信で、その時はもう尊敬するのは自分しかないっていうんで、自分だけだって孤独だったです。孤独の中でなんとか生きがいとかですね、本当に愛される人をですね信じられる人を求めておりましてですね。でその時知ったのがシュバーツァーですね。シュバーツァーを見てはこの人はいいなと思ったんだけれども、しかし自分はそこまでできないというんで、そういった悶々とした時にですね、アルバルト・シュバーツァーの伝記かなんかを読みになる自伝ですね。30歳までは学問と芸術のために、自分のために、ガンバレー通信みたいな、そうですね、当時出ましたね。出ました。で30以降は直接人類にっていうので医者となったっていう。そこで一つかみましたけれども、しかし自分自身はまだはっきりとですね変われなかったっていう、そういった時に教会に行き出したんですね。自ら進んで門を叩いたというんでしょうか。それでも誰かお友達を通して、自ら進んではですね、また意図がありまして、この際キリスト教を否定しようと思ったんです。このことをなんかミッションスクール育ちの方、つまり言ったらですね、なんと大それたことと言われておりましたけれども、自信があったんですね。その頃まだシュバーツァーはクリスチャンだと思ってなかったんです。あ、そうなんですか。で高校2年生になったら、もうこれからもう大学受験が始まりますから、何かいい思い出を作ろうと。高校時代はもうそういった孤独でしたからですね、友達いない感じだったから。それである校門でビラが配っておりまして、友達が土曜日の高校生会ということがですね、高松クリスチャンセンターであるっていうんで、それ見たらですね、これだいたい英語を売り物としてキリスト教を伝えるところに過ぎないと思ってですね、じゃあ乗り込んでいって、まず高校時代の良い思い出を作ろうとそれでキリスト教を否定しようと思ってですね、友達と乗り込んだんです。友達いてね、その仲間がいた。一人でちょっと怖かったからですね。で高校生会があって、その後カックス宣教師という宣教師を相手にですね、もう神の存在から、聖書のことからですね、それからその中世の理解だとかですね、その時なぜアメリカがキリスト教国なのにベトナム戦争やってるとかですね、聖書の予言だとか、あらゆることをですね、土曜日ごとに3、4時間かけて先生と、で友達は途中で諦めまして、僕は最後までですねやって、その時最後のですね、私がはっと思ったのは復活なんですね。復活は歴史的にどうかと思ってですね、中央公論者の当時出たばかりの日本の歴史学者の意見を見たらですね、何か不思議な事柄があったと推定して良いであろうという結論だったんですね。また鳥肌立ちましてね、今ちょっと立ちましたな。それ見てですね、あ、本当にあるかもしれないと。で復活さえこれが肯定しても全てが分かってきますからですね。だからそういった11月に入って3週ずっと土曜日ごとに数時間かけて各先生とですねいろいろ話して、でだんだんと先生は聖書を通して回答してですね納得してきたんですね。でそういった時に土曜日に黒川さん夕食に来ませんかと言って各先生に夕食行ったんです。したら明るいんですね、雰囲気が。自分だけ暗いとか分かりましてですね、でその時各先生が明日よかったら礼拝に出ませんかと言われて、で11月21日日曜日に生まれて初めて礼拝に出て、でここが怖かったから一番前の席に座りました。人見られずですね。なるほどなるほど。それで初めて福音に触れたんですね。で福音は簡単でありまして、まず人は神を第一で隣人、それで自分を愛しなさいという、僕はその頃自分か他者かと思ったんですけれども、聖書は神を大事だということとして、あ、これは違うと思いまして、でもう一つはですね、しかし人間は罪人だということだったんですね。で、私はもうそれまで自分中心だって、だけどももう真っ暗い意味でしょ、あ、これは自分が罪を犯したんだということが分かりましてですね、その時過去の罪ですね、まあ、両親が共稼ぎでしたから万引きしてたんですよね家からも、あるいはマーケットからも、それからその女性を裏切ったこととかですね、あ、自分が罪を犯したからもう今はこういった状況なんだ分かってですね、それで今このですねイエス・キリストを信じれば救われますという、でその時ですね、目には見えません、耳には聞こえませんですけれども、今ここに神様がおられることをですね感覚したと言いましょうか。それでもそれまでの自分中心の罪だって分かってですね、で各先生はまずイエス・キリスト、他の人、あなた自身、ジーザス、アザーズ、ユアセルフ、頭文字はジョイだと、そこに本当に喜びある、全然喜びありませんでしたからですね、だからその時礼拝の後はもう泣いてました、私ずっと。聖歌の丘に立てる荒削りんですか、あれ、あの言葉が初めて分かったんですね、我が罪のためにとか、ずっと泣いてましてですね、もうそれまでの人生を全くそれでもう罪だと分かってですね、神様が今私を愛してくださっている、だからやはり神様に本当に愛しられる人、本当に信じておられる人がおられることですね、その時はっきりと分かりまして、泣いて泣いてですね、それで泣いた時に各先生が礼拝終わりましたから隣に来てですね、黒川さん、生まれたての赤ちゃんはまず何をしますかって言うんですね。生まれた赤ちゃんは泣けますよね、あ、僕は本当に生まれたんだと思ってね、また起き上がって泣いてですねだからもうマサイされたハンカチがもう涙でぐしょぐしょになって、それで全部終えた後見たらもう全く世界が違うんですね、全てが神様によって作られた世界だっていうので、私は聖書を一切読んでおきませんいなかったけれども、その時聖書物語をくださって、それから聖書を読んでですね、一日からずっと読んで入ってくるんですよね。そういった体験をしました。それが11月の21日日曜日です。1971年ですね。17歳。その20日の日にお食事に呼ばれていてね。なんてくれんかと思ってですね。見事に紅海を渡りヨルダン川を渡ってしまってカナン入りしたような。本当にそういう感じです。本当ガラッと変わりました。で、ただちょっと不安ありましてですね、翌日も喜びがあるかどうかと思ったんです。あ、なるほど。シュバーツの時にはね感動しただけでなかったからあったんですね、やっぱ。翌日もあって、もうずっとそれはもうこれはもうはっきりと勇気ないになりまして、それでいろんな方に伝道しまして、いろんな友達がどんどんクリスチャンになっていったんですね。それが高校2年。そうですか、高校2年の時ですから、中世のですね、本当は暗黒ではないんですけれども、そういった中世的なところから宗教改革の時代、近代に入ったんですね。大きく転換しました。そうですか。イエス様がこの戸の前に立って叩いていると。戸を開けるならばあなたのうちに入って食を共にし、いつまで共にいるというふうに戸が開いて、そして一緒に食事ができて、まさにそうですね、いつまでも共にいるという、その体験をさせていただきましたね。まさにそうした素敵な個人史における宗教改革を経験なさって、そうですね、宗教改革の近代ですね。そうですかね。いや、おめでとうございます。改めてその日を期して主にあるところの神の器としての黒川智文さんが、先生が誕生するということになったわけですね。その時に、もうその体験が鮮やかだし、自分と一緒に行って途中でもうこれは俺ついていけないやとんで言いちゃったお友達も含めて、今度はそれらの人々に明かしせざるを得なかったでしょうね。ですから中学時代の友達はですね、他の高校行っておりましたから、その頃ですね、電車の中で私見たらですね、高校になって初めて笑っている黒川を見たっていうんでですね、親友たちが次々と私家に来るんですね。で、何が起きたかといって、私はおもむろに当時あった聖歌のレコードをかけてですね、これが聖歌神様の賛美だよ、それをかけて、そして自分の証ししたんです。で彼は親友ですからですね、私も全然もう偏見ありませんから、彼らも教会に来てくれて、彼らもイエス様と出会ってですね、救われていって、そういった体験をしてですね、でそれでみんなで大学時代にはですね、香川バンドというですね、そことあると思いますけど、そういったグループを作って天幕集会だとか、それからですね、そうです。そうですか。これですね。これは大学に入って大学の3年の時だと思いますけれども、その時にみんな学生でしたからですね、このメンバーそれぞれ別の大学ですけれども、夏休みにですね、田舎の方の天幕を書いてですね、先生、僕先生、宣教先生読んで、あとムーディーの映画やってですね、用いられます。あと CS もやってですね、みんなでビラも配ってですね、寝泊まりして天幕集会をやったそのメンバーなんですね。今牧師だとか、あと学校の先生になりましたけれども、次々と救われて、中には献身し、また本当に素敵な主を喜び明かしする。本当に素晴らしいキリストの聖兵のような仲間が結集されたんですね。そういう意味によると、その明治維新にですね、それこそ熊本バンド、同志社バンド、そして北海道は札幌バンド、横浜はヨガバンド、しかし香川バンドというのはちょっと規模は小さいですけど一応バンドという名前を名付けましてですね、一時期音楽のバンドではなくて、その時明らかに信仰のグループとしての札幌バンドなんか意識してました。規模が小さいですけど、しかし小さなこの長尾リバイバルというか、香川リバイバルというか、先生を通しながら神様はそういう技をそこでお勧めになられて、これが大学時代ということになりますが、しかしながら今の高校の2年生でそのような経験をして、そしてこの大学に入学するときに専攻が何だったんですか、先生は。ロシア語だったんですね。ロシア語だったんですね。一応ですね、ここも第2希望の大学だったんです。第1希望だったら英文学、第2希望だったらロシア文学と考えておりまして、第1希望に行くだと思っていたんですけれども、一浪してもダメだったんですね。僕にとっては最初の優秀な先生だったが、何か後で分かる、そういう後で分かりました。でなぜロシア語を勉強しなきゃいけないんだというですね、友達みんなも第1希望の大学に行ってますからですね、自分だけは残されて、そういった時にですね、屋根の上のバイオリン弾きという映画を見たんです。あれを見たらですね、ロシア、ウクライナのユダヤ人の映画だったんですね。なるほど。それを見てですね、ひょっとしたらこのロシアのユダヤ人のことを研究するのが神様の御心で、あえて一浪しても私はこの大学に来たんではないかという思いがあってですね、映画が私の人生を決定したんです。なるほどね。神様はそれをお持ちになられて、ただし私はその頃は大学に入るそういったいい成績じゃなかったんです。劣等生だったんですね。信じられないですよ。いや、私優等生か劣等生かどちらなんですよ。そうですか。要するに大学の受け直しもあってですね、気乗りしなかったので、他の友達がロシアからの友達はモスクワに行ってるのに、私はまだカムチャッカにいたっていうですねみんな知ってます、私は劣等生で。一応大学受けてみようとして、奇跡的に受かったんですね。山が当たったんです。国際関係における国際関係におけるバランス・オブ・パワーについて述べようというですね、これが出ると思ったらそのまま出たんです。私その時にも鳥肌立ちましてですね、もう本当に全部書きまして、で入ってからも先生方がですね、まさかお前が大学に受かると思わなかったという、予想外の入ったという。で私はもう入ったから、もうこれすごくこそ神様御子だと思いましてですね、卒論の内容を書いて、このロシアのユダヤ人の研究をそれから始めて、でユダヤ人ですから、そのためにはイスラエルに留学して、それからですねアメリカにと、そういうもう留学時代を迎えていきます。ここに先生のイスラエルに留学した時のその折にシナイ山に旅をして、そうなんですの。これはもう良かったですね。典型的なね、モーセになった気分で、モーセの気分になってなるほどね、もう本当にいい体験でした1年間、何かとってもとてもねこう、満足しきって、要請を上げて、ね、高らかに神様の前に何か宣言しているような、我はモーセな気分そうですか、そしてそこでの研究を得られて、そして、アメリカにもまた3年間向こうでエール大学でエール大学ではさらにそれを絞り込んで何をご研究なの？同じただエール大学にはですね、このロシアのユダヤ人を教える指導教科いなかったんですね。だから途中で今までいなかったんですけれども、ただエール大学では歴史学でありましたから広くですね、日本史もユダヤ史もロシア史という3つのですね専攻ありましたから、広く歴史学を見ること研究することができたんですね。それが今から思えばよかったということですね。そうですか。そうした中でですね、この先生がいわゆる教職、牧師、学校のいわゆる通常の大学の助教授という先生はコースを進んでいかれましたが、しかしながらそこにはもう一つ聖書の素晴らしい、そうした学徒でもあり研究者である以上に、その信奉者であり信仰者である先生がですね、その牧師としての暗唱を受けるようなお立場にもこうなっていくんですが、その辺のところはどういうことだったんですか？最初私はですね、牧師への召しはなかったと思っておりまして、学問によってこのように証しをしてですね、伝道書そういった証しをしようと思っておりました。しかしだんだんとですね、無牧の教会といいましょうかですね、そういったところがありまして、必要に応じてですね、私が属しているアビコ教会でも一時期牧師がいなくなりまして、その頃は長老でしたからですね、長老として説教をすることになったと。で、最初9年間は東京キリスト教大学でありましたから、その時もですね、教える代わりにどうも私も授業を取っていいですかと言って、いいですよと言いましたから、キリスト神学校だとかですね、いろんな神学校でほとんど学生と一緒にですね、試験も受けて、ずっと牧師としての学びもやったんですね。あとアメリカでも片やその学校における教授としてでご奉職しながら、ご同時に自分も学生として勉強していいかって言ったらいいということもね。それで9年間の間もほとんど取りまして、時間が空いたからその後パイプオルガンも取ったしですね、声楽部やったんです。教官もそこでパイプオルガン会に身を置いて、そうです。ですから、そういった必要に応じてですね、やはり必要による飯というのがありますからですね、自分がそういう思いがなくても必要になる飯ありましたから、それに応えていこうと。特に40過ぎたらもう神様の導かれるままにという、そういった立てましてですね、そしたらいろんな無牧の教会もありまして、最初はアビコ教会でほとんど月3回やっておりましてですね、今はですね、無牧の3つの前橋教会と町田、ここは高校の先生もおられますけれども、月1回それぞれ月1回ですから、月3週は前橋、町田、我孫子の教会で礼拝説教、特に他の教団からも来るもありますけれども、で1回だけは地元の教会一緒に出るという形なんですね。そういった今日々やってますね。そうですか。巡回牧師というか見牧者でもあると同時に、巡回伝道者のようでもあるわけですね。そうですか。神様はなんていうくしき、まさに主の見ての技というか、その中で先生綴られて、素晴らしい。そういうふうに考えてきますと、今までのお話聞いてますと、絞り込むとトロイカなんでしょうけれどもですね、トロイカどころじゃなくて、なんか5頭立ての馬車を6頭立ての馬車をなんか操ってるような感じがしますね。今はね、4頭考えてるんですね。なるほど。私今年も60歳になりましたからですね、一応トロイカはまずほとんど大体もう実現しましたんで、あと一つをですね、これ声楽の先生がですね、中国のことわざを教えてくださって「豚は4本の足だから1本の足なくても歩いていけれる」っていう言葉が中国にあるそうなんですね。確かにだからあと一つを今インドに求めておりまして、それを60以降ですね。これまた秘密です。そうですか。ここでじゃあ話してしまう意味がいかない。社会の中で射程距離に入ってるんですね。今そのことを考えておりまして、それこそベンハーの中に出てくる競技場での4棟建ての馬車でね、そしてこの戦うわけですが、神様のこの聖なる働きのためにこの世界という戦場の中で、この福音戦線でですね、先生はその4頭立ての馬車を駆使しながら、ある時はこの方面から攻め込み、あるものはこの点で切り込み、あるというのはこの点でというようなふうにして、それを見事にいこうと思っています。今日もねこれ四角形できたんですね。これがいいと思って。そうですか。道をたったらその間別に休めますからですね。やってたこっち休めて、それで非常にバランスよくいくと思うんですからですね。そうですね。あれですね。お話を伺いながら、私はいろんなことを先生からこうある面では引き出されるみたいに思いがピッピッピッとこうひらめいたんですけれどもですね、先生はさっき40の時にはこうでって何歳の時にはこうでとかっていう一つ一つのそういうなんか転機となる年ですね、それをこう意識していらっしゃいますが、ダニエルではありませんけれども、先生は何かそういう数におこだわりがありました。やはり人生計画ですのでですね、30歳はイエス様の年、40歳はモーセの年でありまして、で60ですからですね、そういったやはり人生計画でやっていこうというですね、なるほどね、そういう形で推理でちゃんと。でしたか。はいはい。初めにシュバイツァーのねお話をなさって、それに浸水したということがあったので、シュバイツァーがイエス様と同じように30まではこういうふうにしていて。しかしそれからは主に捧げて3年間この彼は神学を学びながら、それから公に宣教師として出ていたというね、やっぱりなんかすごくそういうことを意識してたみたいで、人生計画ですね。そうでしたか。いや先生とお話してるとあっという間に時間が来てしまいましたが、そのロシアということがありましたが、ロシアにおいてもそこで何年か学ばれたわけですか。これは旅行、招待旅行です。ロシア正教から招待されましてですね、そこでこの不死教さんだとか多くの方とですね、神学を設けまして、平和交流委員会というところでですね、プテさんとカトリックいろんな交流所というそこで行きまして。なるほどね、そうですか。この時間もだんだん進んでまいりましたが、あれですが、先生は何といってもこのまさに公立といいましょうかね、愛知教育大学教育学部社会科教育講座というこういう名刺の中にですね、先生のご担当のその場所が特定されていますが、そういうような先生がこのような大学の中で聖書講座、愛知教育大学というこういう講座をばっちりお持ちになっていらっしゃるんですね。はい、これは週一なんですか。月一ですね。月一でね。これ私ちょうどこの6月1日で20年前に私はここに、それまでは TCU でしたからですね、TCU で学生伝道というやはりビジョンがありましてですね、それで TCU は全員がクリスチャンだから準備としてやって、やっとこの公募によってですねこの大学に来ました。ただしこれ国立ですから特定の宗教活動はできないんですね。ですから私は少しでも聖書の教えに学生たちに触れてほしいという、それでもその時からですね月1回はこういう一応公開ゼミでありますけれども、末吉ゼミですから、ゼミの中で言っていることを学内みんなに公開してですね、学内の他の学生たちあるいは先生たちも来てくださいましてですね、そういった中で聖書、これは文明のもう元でありますからですね、それを私が1時間レジュメで講義して、でみんな一人一言感想を述べて、その後にピザ、これピザありますね、私はおごりますけれども、でこれ見たらだいたい4月の22日とですね給料日の後なんです。余裕がある時にですね、ちょっと2万円ぐらい取りますからこうやってで食べながら歓談するという、学内でもオアシスみたいな雰囲気ですね、それを作りたいと思ってやってですね。そうですか。そういうふうにしてこの先生が学内において、これはそういうこれは教室の様子ですか？これおそらく高松クリスチャンセンターで何か牧師先生の研修会の時にですね呼ばれて、僕は大学の教授かと思いました。同じような雰囲気ですから持ってまいりました。そうですか。先生、あっという間にお時間が。そうですか。いつもゲストの方にですね、私は先生方にですね一言お書きいただいてるんです。これがねそれぞれの最も尊んでおります精神とかそういう心をですね読み取ることができる一コマなんです。ほう、これ学生にもこの同じことはですね。はい、ちょっと先生がお書きになった情熱と禁欲というんですね。禁欲。その心は。情熱はですね、学問に対してもやはり情熱を若い人持っておりますからですね、それをまず持っているという。しかし情熱だけだったらですね、バーッと空回りしますから、上から禁欲で、この禁欲は東洋的な禁欲じゃなくて、一つの目標を達成するためにすべて不必要なものを取り去るという意味ですけれども、上から押さえてですね、したらここにエネルギーが回りますよね。このエネルギーをより高尚なもの、我々にとっては神の栄光を表すために用いなさいという、情熱を持ってそれを禁欲して、それをエネルギーをですね、そういった意味で学生にもそのところにこそエネルギーが真の意味で性別されて注ぎ出されていく、それが真の情熱からさらなるこの良き物事を生み出していく力というか、そういうあるいは人生になるわけですね。いや、貴重なお言葉をいただきました。長い間この番組をこうして、私担当させていただいて、いろんな方々からいろんなお言葉をいただきますが、これはまたその中での極めて、ユニークなというか非常にですね新鮮なお言葉をいただきました。ありがとうございます。そうですか。最後にですね、先生なお今それこそ大事な聖なる神の王子を走り続けておいでなんですが、これからのことで先生が特に現代の若い人々やあるいはこの若者を失っている教会とかですね、そういうことに対して先生の率直な何か一言をいただきたいと思うんですが、いかがなもんでしょうか。やはり聖書の言葉の若い時に神様を信じることなんですね。日本人の私今回のこの本に書きましたけれども、多くの方はですね、もう日本史におけるキリスト教宣教ですね、非常にキリスト教に対して偏見があるんですね。私もかつて持っておりましたから、そういう人がもうほとんどなんですよ。ですから本当に彼らがですね、本当の誠に神に立ち返ること、これがもうすべて将来も決定する重要なことだと思うんですね。でそのために私たちは積極的にですね日本社会に対して証ししていかなければいけない、またそうしたいと思っております。そうですね。ましてや偏見を与えてしまうような、そうした何者かがあればいち早く気づいて、教会よキリスト者よ自らからそれをそれこそ捧げようと、禁欲性をねおっしゃる通りですね。そして宣教の熱情に燃えて、本当にそのような人々の偏見を取り除き、私自身が除かれたようにというお気持ち、自分の職業を通してですね、証を表しながらそういった証をしていくということ、これがもう一番重要なことになると思います。いや先生、ありがとうございます。またいずこかの時にですね、いずれかの時に、お話をさらに伺いたい思いを持って結ばせていただきます。本日はありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。いや皆さん、もうあっという間にこのひとときがこの過ぎてしまったと言いましょうか。もっともっとお話を伺いたいという思いがいっぱい皆さんのお気持ちのうちにも残ったほど、先生の素晴らしいご生涯の中のそうした大事な大事なエポックのお話を続いながら、今日はこのひとときを過ごさせていただきました。神様はなんて素晴らしいお方でしょうか。私たちの生まれる前から私たちを知り、そして私たちを着々とご自身の聖なる目的のために私たち一人一人をですね、選び立てて、そしてこの人物なかりせばという器に仕立て上げておしまいになるお方なんだという、そういう神様の背後のそういうお手並みを拝見したような思いがいたしましたが、さあその先生が情熱と禁欲という一瞬、ドキッとするようなですね、言葉ですが、何だろうとこう思ったでしょう。お話にありましたように、私たちは本当に情熱を持って生きるものではなければならないが、しかし情熱だけで走っているならば、私たちはそれがとんでもない方向に私たちの人生を誤ってしまうことが多々あり得るけれども、この禁欲という言葉で表現された上からの尊い神様の聖なるそうした身旨というようなものによって、自分というもののそうした勝手に走っていってしまう、そういうまた欲望にそこのところを引き込まれてしまうような、そうしたものを抑え込みながら、その釣り合い、その緊張関係の中で生まれてくる、そこにこそ真の人生の力、真に正しい目的に向かって突き進む神と人々に大きなこの役割を果たす、お互いの人生のエネルギーがそこに注ぎ出され、生み出され、注ぎ出されるんだという、そういう真理を先生はこの言葉で表現してくれましたね。と思わずうなずき納得をした今日のこの時間でした。ではまた来週、ごきげんよう、さようなら。この番組は神様の家庭を建てる父の学校提供です。